シネマーク 17&IMAX シアター、テキサス州ダラスにある、シネマコンプレックスブラジルリオデジャネイロのバラダチジュカの繁華街にある、シネマークのシネマコンプレックスシネマークシアターズは、2008年9月30日現在、アメリカと南米に414サイト、4717スクリーンを構える、映画工業業界でのリーダー的存在である。シネマークチェーンは、 アメリカ国内38州に289サイト3688スクリーンを持つ3番目に大きい映画工業チェーンである。南米12カ国にも125サイト1029スクリーンを展開し展開地域が最も多様である。シネマークは2007年年間工業成績上位25州のうち22州で1位または2位であった。シネマークは シネマーク、センチュリー、シネアーツなど、複数の名称で劇場を運営している。1997年に数名の障害者が、シネマークを相手に次のように申し立て訴訟を起こした。スタジアムシート構造であるため、車椅子使用者、または階段を登ることができない者は、劇場の最前列に座らざるを得ず、事実上スクリーンを水平に見ることができないとのことで、ある。 本訴訟は、エルパソ地方裁判所で、ララブイ裁判官の下審理された。裁判官が下した判決は、シネマークの劇場構造は、障害を持つ、アメリカ人法に違反しているとのものだった。判決は後に控訴審の、第五巡回裁判所によってひっくり返された。ADA 法によれば、シネマークは、干渉を妨害されない席を提供することのみが、 必要であるとの判断であった。最前列に座ることにより障害者の干渉は見にくくなるだけで、法律的には見やすくすることは求めておらず、シネマークは違法ではないとされた。法廷助言者からの助言に応じて、二審の裁判官の決定を上告する際、シネマークを相手に、アメリカが州国司法省自身が訴訟を提出した。司法省の主張は次の通り。 シネマークは ADA 法に法律的に違反していないとされる期間、それにもかかわらず劇場内で最悪の席に追いやることで障害者に対して差別をしていたとのことである。シネマークは司法省に代わって職権乱用を主張し、司法省に対して反訴をし応じた。シネマークの反訴は棄却され、司法省は訴訟を続けた。 結局シネマークは裁判の判決が下る前に和解することに応じ判決が下る前に法廷闘争を終わらせることが会社にとって最も利益になると司法省に同意した。和解によってシネマークは所有する劇場で車椅子の観客や他の障害者が広報の列に行ける方法を提供するように全規損感を改装するよう同意せねばならず障害者が 広報の列により良い方法で行けるよう今後新設する劇場を建設することに同意しなければならなかった。そして今度は司法省はスタジアムシートの構造に関して ADA 法が適用されるとき企業に対してさらなる訴訟を起こさないことに同意した。2008年最高経営責任者のアランストックが カリフォルニア州第8法案の速やかな通過のために9999 99ドルの寄付をした。同法案はカリフォルニア州で同性婚を基本的権利と制定したカリフォルニア州最高裁判所の決定を覆すものだった。結果、反対運動として暗殺された同性愛者の権利行動活動家ハーベイ・ミルクを主題にした。 ショーンペン主役のガスバインサンと監督作品、ミルクを講義として競合館で見るように同館の観客への推奨運動が行われている。他にも、一般的なボイコットの呼びかけも行われている。ありがとうございます。